ありがとう。こんにちは。うん？じゃ向こう行っとこうね。うん、え、いいけど別の。また来る。また来る。めっちゃ画質がガビガビ。こんにちは。ばあちゃんち、ばあちゃんち行ったけど、みんなの大好きなばあちゃんのあっち行っちゃった。めっちゃ逆光。昨日まで福岡いました。あ、そうなの。あの小さい頃の写真が見たいの。私のこれとどれどれかね。あ、これこのへそ出しショット、私のあかりちゃんのセクシーショット。ダメだよセクシーショット。あ、今日子供の日。よだれたらたらのやつがいいの。あ、あれあれね、これね、子供の日。大きくなったあかりちゃん。子供の日です。やだれだらだら。じゃん、成人式。思い出してよかった。好きの種。子供の日ですね。福田あかり記念館ですね。こんにちは。全部再現して撮り直したら面白そう。確かに孫好きなことわかる。孫雨降ってない。お母さんが本当はばあちゃん家に来る予定だったけど来れなくなったので急遽代わりに来た。何歳だろう、 83 かな。
石川で震度6の地震、え、そうなん？震度 6？ 大変じゃね。みんなショールームしてないあれやつ、これ全然知らんかった。ばあちゃんはむしろ嬉しい。どう、まあでも娘は何歳になったら娘だからね、きっと。わ、石川県な、え、大丈夫？友達おるわ、石川。大きいよね、6は。石川県は私の小学生の時の親友が引っ越していった。とっても可愛い子だったな。6強って大変じゃない？え、大丈夫なの？今ばあちゃん家でテレビ見よったけど、普通にテレビしよったけど、え、大型テレビ押さえた、倒れないように。めっちゃ子供の声がする。え、大丈夫？津波がないし、建物は大丈夫。津波の心配はない。そうなんだ。あっち側の海は津波が大丈夫なのかな。津波の心配はありません。そうなの。テレビ見に行こう。本当だ。能登地方。めっちゃテレビの音入っちゃった。テレビの音入っちゃったかな。ごめんなさい。うん、でももう終わると思う、多分。なんて？もう終わると思う。きいいよ、しよっていいよ。うん、ありがとう。なんかね、地震が起きたっちよ。誰？余震が来る。あら、じゃあちょっと終わろう。こういう時にあれですもんね、タイミングがちょっと良くなかった。ごめんなさい。まあ今日はこんな感じで、ばあちゃん家に来ました。ありがとうございました。皆さんゴールデンウィーク、ゴールデンウィークと仕事の人もいると思うけど、それでは楽しんでください。地震の方の方は本当に気をつけてください。ちょっとまだちょっとわからないんですけど、とりあえずじいちゃんおばあちゃんと過ごそうと思います。ありがとう。